こんなに悲しいお知らせはない。はい、こんにちは、僕監督と申します。ウィニングレブン2020マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、ですね、12月26日から1月9日までライブアップデートはなし、コンディション安定度は C で統一ということでね、まあ、およそ2週間にわたって週間 FP ガチャも来ないということが、確定しました。いや、とても悲しいですね。はい、まあ、それこは置いといて、クラブセレクションね、まあ、新しいのやってきたので、引いていこうかなと思います。で、クラブセレクションなんですけれども、まあ、昨日月曜日に、ね、やってきたんですけれども、まあ、火曜日はちょっと、ね、引けなかったということで、今日、ね、まあ、引いていきたいと思います。なんだこのコレクターズボックスガン無視してますけどね、まあ、1回も引いてません、こちらのコレクターズボックスで、こっちの方の、ね、レジェンドの入ったコレクターズボックスですね。で、こちらの方なんですけれども、選手、レジェンド選手5人入った、まあ、凄まじいガチャです。まあ、やっぱりビエラが欲しいですよね、これはね。で、ロナウジーニョも欲しいということで、まあ、ただこれは、まあ、GP で引けるということで、初めて、まあ、初めては2週連続ですね、GP で引ける、レジェンドガチャ切れるのは。まあ、引きたいけど、まあ、今日はね、いつまでだ、これ。あ、まだ15日と19時間あるから、まあ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 、年末年始はこのガチャがずっとあるという感じなのかな。まあ、この期間内にビエラ獲得したいところですね。はい、まあ、これ置いといて、スペシャルエージェント、こちらね、2つ消えるのを見ていきたいと思います。アーセナルの、クラブセレクション。そして、チェルシーのクラブセレクション。この2種類ですね。で、ちょっとね、まあ、事前に情報の方を見たんですけれども、まあ、アーセナルの方は少し微妙かなという感じですね。まあ、ここの中であんまり欲しい選手というのが見当たらないんですけれども、まあ、一応、ここ、ダニセバージョス。ここは、まあ、初週間 FP、初、FP 化ということでね、まあ、ここのセバージョスは欲しいかなといった感じで、グエンドジもこれ僕の持ってるグエンドジも明らかに強いですよね。なのでこのグエンドジもまあ欲しいかなって感じです。で、ダビドルイス、まあ、ここをかもしくはベジェリンかな、はい、まあ、この2人どっちか来てくれたらいいかな、はい、まあ、このちょっと地味な顔ぶれですけれどもね、この4選手のうちの誰かが当たったらいいかなって。このキーランティアニーって誰だろう。キーランティアニーはね、なんか昨シーズンは来なかった、セルティック、ちょっともう忘れちゃったけど、ピーポイントクロスとか持ってるからまあまあ良さそうやな。でやろう、でもまあ左サイドバック微妙な、いらんな、ダビオロイス、ベジェリー、まあとりあえずグエンドジ、セバージョス、この2人がね来てくれたらいいんじゃないかなと思います。で、こちらですね、チェルシーの方のクラブセレクション、まあまあまあ今回はこっちがね、まあ主にメインですね。はい、ロンドンダービーね。で、やっぱり欲しいのは1番はここですね。もうエンゴロカンテ。はい。ここがもう何が何でも欲しい。今回はこのガチャ、このね、まあカンテを手に入れないとダメだなという感じですね。なので、ここは絶対獲得していきたいところですね。まあ、あの、低評価の数と引き換えにね、もう今回はカンテを召喚したいと思います。はい、でもう一人、ね、欲しい選手、なんてと言ってもこちらですね、アスピリクエタ。前作かなりお世話になったんですけれども、かなり強かった、今作も使いたいということで、アスピリクエタね、もうしかも今週調子 A やから、まあ、あの残りわずかな時間ですけれども、まあ、こちらもね調子 A の間に使っておきたいなって感じですね、まあ、ほんまに欲しいな、ここも。で、カンテ、アスピリクエタ、そしてはまあ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 、あとは誰やろな、この辺は正直もうちょっと育成するのしんどいし、エブラハムはな、もうすでに持ってるしな、普通に週刊 FP のやつ。ケッパーも、まあ、キーパーもこれ以上お腹いっぱいって感じなんで、やっぱジョルジーニョかな、どうやろう、まあ、ディフェンシブミッドフィルダーいっぱい持っとってな、損はないからな、まあ、でもアスピリ、まあ、ウィリアムもまあまあいいねんけどな、まあいいや、ということで引いていきましょうか。はい、というわけでいきます。じゃあまずはね、アーセナルの方で肩鳴らしながらね引いていきましょう。はい、ではいきます、欲しいのはとりあえずセバージョスね、まあ、それ以外は別に、うん、まあ、来なかったとしても、まあ、そこまで、悲観することはないかなって感じですね。まあ、よく言えばグエンドジがもう一人欲しいかなって感じですけれどもね。さあ来たぞ、アーセナルリーグイングランドからの、うん、誰やろ、分かれへん、あっと誰やこれ、マジで、あ、ベジェリンかな、ぽいな、ぽい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 、来たー、ベジェリン。ここもまあまあ欲しかったんですよね。かなりね、あの足の速い、サイドバックです。まあ、ただ右サイドバック以外のポジションやれと言われたらちょっと厳しいかなって感じがしますけどね。はい、なんか変なですね、あの入れ墨みたいなの入れてますね。この入れ墨を入れたがためにもうお風呂屋さん行けないですよ、先頭とかね、まあ、行ってるか、スピード96、瞬発が99、はい、かなり高いですね。あとはちょっとなんかまだまだ伸びしろ十分って感じですけどね。あとスタミナも結構あんな。 OK、まずね、最初はね、ベジェリン。全然悪くないですね。なかなかいい感じじゃないでしょうか。さあ、二人目行きたいと思います。正直でもね、センターフォワードが来ちゃうと、使わないんでね。
それはちょっと微妙だなと思います。ラカゼとかね、ちょっと引いちゃうと微妙だなって感じですね。多分使わんからな、マジで。はい、お、来たんじゃん、これマジで。この背番号は。いや、この紙は違うな。グエンドジだな、これは。来ました、グエンドジ。黒バージョン。いや、いいです。躍動感あるですよ、これは。躍動感あるですって言っちゃってくれ。20歳、20歳。もうグエンドジ、今やもうアーセナルの中心選手ですからね。いやー、いいですよ、これ。ロックしとこう。せっかくやから。いやー、こっちを座って始めようか。うわ、D や。そうそう、今週 D だからね。使えないんですよね、マジで。グエンドジ。もう早く調子に戻ってくれることをね、願っております。さあ、ラスト行きたいと思います。じゃあ、最後はね、もうセバージョスで締めましょう。セバージョスが来たらワンチャン使うからな、マジで。マジで使うと思う。とりあえず1回は使うわな。まあ、1回と言わず2回、3回に使いたいけれども。おっと、これは ?23 番ってもうあれじゃん。グエンドジちゃうの。ちゃう。あれや。ダビド・ルイスや。はい、来ました。もうこれでグエンドジ2人みたいなんですね。なんか実際の試合でもね、結構見間違えることも多いみたいです。ダビド・ルイスとね、グエンドジね。はい、ということでダビド・ルイス。悪かないよ、悪か。まあ、ダビド・ルイスなぁ。ワンチャン使うな。ここは。C か、今週。OK。いやー、32歳。なんかアーセナルって移籍したらみんななんか結構、なんだろう、ゆったりするというか、あんまり出ていくっていう印象ないけどな。なんかよっぽど居心地いいんかなって感じですけれどもね。そういや、いつの間にかあの監督解任されてましたね。知らなかったんですけどね、アーセナルの監督。名前何やったっけ？エベリか。なんかいつの間にかマジで解任されたのびっくりしました。いつか解任されるか解任されるかみたいなんでね。なんか、ギリギリのところで耐えてんのかと思ったらいつの間にか解任されてたみたいなんで、それじゃあね次、チェルシーのね FP ガチャじゃない、CS クラブセレクション引いていきたいと思います。さあ狙いはもちろんカンテだ。さあ低評価と引き換えにカンテを召喚する、お願いします。エゴのカンテ、エゴのカンテ、エゴのカンテ、エゴのカンテ。さあ一発目、まあここはね一発で引いときたいところですよね。後からになるとねやっぱり苦しいですからね、追い込まれるときつい。さあこれはあれ誰や、あーチェルシーの今の10番ってちょっと印象薄かったわ。はい来ました、ウィリアン。いやどうやろな、どこで使うんやろこれ。サイドハーフとか、え、どんな能力してんやろ。なんかでもね、アーセナルチェルシーってなんかちょっと若いチームになったみたいな感じで、どうやろこれ。いや、たくさん能力あるのはわかんねんけど。いや、スピードはまあ高いな。まあまあ高い。でも、パス、グランドパス、フライパスあんまりない。シュート力とかもええんか？決定力あんまりない。どうなんやろ、これ。どこで使おうって感じやな。なんか、使いどころがわからんけど。まあいいや。とりあえず、置いとこう。はい。ということで、一発目のチェルシー。まあ、持ってない選手が来たというのはいいですよ。あ、間違えた。今の引けなかったことでね、これで、カンテが、降臨する。もしかするとさっき引けなかったところでカンテが本当はあったら来とったかもしれへんみたいなこともあるかもしれない。わからないもん、これはね。でもカンテ行きましょう。どの道、19番パッと見えた。なんか背番号見えるな、今作。ガチャ引いたら。ジョルジニューか、あ、ちゃうわ。誰やお前。マウント、はい、メイソンマウント。あー若いな、20歳やな。上限も高くてちょっと強くなりそうやけど、微妙な使わんやろなって感じやもん。どうせチャンスメーカーやろ、もうこのポジションやから。チャンスメーカーや、マジで。20歳。いや、もうこのポジションでチャンスメーカー言うたら、もうデブライネ以上のもんはないからな。きついな、ここは。使わなさそう。上限47、めちゃめちゃルーベルアップするやん。はい、ということで、もうこれでね、カンテかアスピリクエタかどっちかしか手に入れることができません。なんという悲しい結末になろうとしているのか。それでもね、どっちか一人はね、取っていきたいところは、これなんや、こっち、え、チェルシー、あ、チェルシーやな。はい、今のでね、ちょっとね、誰やろ、エイブラハム引くところを、なんとか引かずにね、回避できました。さあ、これがカンテやろ、ここが。ここがカンテ。もしくは、100歩譲って、いや、カンテじゃない、これも。でも、まだ、あ、ちょっと、ヒゲ生えてるか、あいつ。ヒゲ生えてるか。5番って誰？ジョルジーニョ。はい、来ました、ジョルジーニョ。あー、悲しい。苦しい。腰痛い。いやー、
ジョルジーニョか。いや、悪くはないね。今週 A、B か。ええな。DMF で B やったらええんちゃう。でも、ディフェンス能力的にはどうなん。ディフェンス能力的には、あ、センス81か。まあ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 、DMF にしてあるんちゃうかな。どうやろう。まあでも、このポジションね、今週、調子 B の選手いないから、まあ、悪くはないのかな。そればっかりやけどな、みたいなの。スキルも容器持ってるし、いやー、どうやら分かれへんわ、もう。何が何だか。でも、なんせ鑑定欲しかった、FP 鑑定。で、なんせアスピクエダ欲しかった。このガチャから離れるのが嫌や。出て行きたくない。もう一回引かして。はぁ、あ。はい、ということでね、もう戻らなきゃね、もう入れ始まらないんでね、戻ります。はい、ということで、なくなりました。はい、チェルシーガチャ。いや、また来てほしいな。やっとこさ来たチェルシーガチャね。ほんと、完璧で欲しかったな。いや、悔しい。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。いやー、ちょっと今回どうやったのな。なんかちょっと微妙っていう言葉しか浮かばないわ。ということで、今日はこの辺で終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。